まあ、ただ、まあ、鳥取優吾さんの、はい、まあ、気持ちがだいぶこう感じるレースだったんですけど、はい、まあ、しっかり山田さんに踏まされた後も緩めることなくすごいハイピッチで行ってくれたんで、まあ、僕もこうまあ連携しててそろそろスピードが落ちてくるなっていうところで、まあ、詰まってから行くと橋本さんもかなりきつくなるんで、まあ、そこまあ山田さんに踏まされた以上は橋本さんとのワンツーを狙うっていう方にまあうまく切り替えれたかなと思います。確かにその本当にちょっとしたタイミングの遅れで後ろがいるので山田秀さん、平原二谷という怖さ、はいはい、そこ丁寧に。そうですね、まあ、隙を作ったらやっぱり危ないんで、うん、まあ、しっかり鳥取君が作ってくれたチャンスを、うん、まあ、しっかりものにできたかなと思います。しかもラインでもちろんやっぱり決勝にその中四国上がっていくことが他の競技にしっかりつながること、はい、そこも大きい。そうですね、まあ、決勝戦もこうやっぱり味方が多くいればいるほどいいですし、まあ、敵も少ない方がいいと思うんで、まあまあ、こういう舞台なんでちょっとこう、まあ、決まる方って言ったらあれですけど、ワンツースリーが本当は一番いいんですけど、まあ、展開上、まあ、今日はしょうがなかったかなっていう感じですかね、はい。まあ、決勝に向けてですけど、例えば、まあ、タイナショナルという構図があるのともう一個別で、はい、もし日体大のグランドスラム阻止みたいな、そういう気持ちはどうなんですか。まあ、そこまでなんて言うんでしょう、他の人のことを意識してはないというか、まあ、もちろん強敵なんで倒したいっていうふうには思いますけど、まあ、グランドスラムを阻止するみたいな感じではなくて、もう本当、まあ、清水君も上がってくればそうですし、まあ、自分が戦うことになっても、まあ、しっかり自分のレースをして、まあ、それで結果がついてくればなっていう感じです。確かに強い敵を倒して、うん、まあ、その中で、はい、まあ、本当に完全な王者の位置にやっぱりまだワッキーや日田を超えないとっていう、多分まだ立場だから。そうですね、まあ本当ランキングはトップなんですけど、うん、まあ本数も走ってますし、うん、ただその本当に力で勝てているのかっていうことがやっぱり大きなテーマになってくるんで、やっぱりそこがしっかりしないと今後走る上で勝っていけないと思いますし、まあ本当そこはずっと目指していきたいですね、はい。素晴らしい決勝を待ってますね。頑張ります。